僕疑ってる人どのぐらいいますか？僕は3割ぐらい疑ってるけど、別にする必要がないと思ってる。セキュリティ見ときます。ずっと張り付いておきますね。おい、消えたら殺してください。やっぱサボタージュ選択が今度はめちゃくちゃ的確なサボタージュ選択をしないとインポスター勝てないと思う。はい、内房。あ、びっくりした。水ボトル破ってるかと思った、今。無音すぎて。まあ、いいボタンだと思いますよ、ナトさん。あ、これはね、多分夏目先生は今タスクがギリギリ終わんなかったパターンだ、これ。これはね、夏目先生来るパターンですね。これ大丈夫か？これ7票くらい。そうだよ。これ、パターンが入りそう。まあ、結果は。じゃあ釣られた方が早くタスク進むから、うん、楽にしてあげようならできなかったなら、うん、そう、霊界の方がタスク早いから、まあ、こう夏目先生の優しさで、じゃあお疲れ様でした。はい、お疲れ様です。投票します。さよなら。やばっ、危なっ、怖っ。オラフ君の位置何？その位置に助けられてる感ある、だいぶ。4票は怖い。逆だったらどうしてたんだ。死に票になってたけど。水色緑。おお、内房内房内房。内房なんですけど、内房なんですけど話がありまして、おお、なんだなんだ。コックピットで、アドミン見てたらコックピットに誰かベントで飛んできたんですよ今。あら。今すか。オラフ君さん今合流したじゃん、僕オラフ君と。はい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 、あれ、マジでやられると思って逃げてきたの。はいはいはい、で、展望から飛んできてるわ。マジっすか。サントス夏目は違うね。何秒前ぐらいですか？5秒前とかですか？今僕がごめんなさいね。やばい。ちょっとみんなで時間考えてください。問題です。コックピットでアドミンを見ていました。そうするとアメネコ君、展望デッキからコックピットに飛んでくる人影を見つけ、すぐさまアドミンのチェックをやめ、右に行きました。そうするとオラフ君と合流し、最終は宿舎前通路右ぐらい。7秒ぐらいかな。ピンポン8秒。ぐらい。でも初手キッチン脇の人で確定ですよ。じゃあ7、8秒前の。僕、キッチン脇なんで。砂ザメキッチン脇。はい、ドズル砂ザメさんでキッチン脇です。はい。砂ザメさんを置いて僕は上に行ったところ、オラフ君とすれ違いました。はいはいはい、はい。キッチンセキュリティ電気室なんで、多分私が一番怪しい。その砂ザメさん誰かと会ってます？いや、会ってないので完全に怪しい。なんか僕も展望デッキで弁当を見てキッチン武器庫って逃げたらアメリコさんが来たんで、いいすか、僕はいいっすか、はい、どうしました。アルマとエロちゃんは？アルマはドズルさんとエンジン左上で会って、その後右に行ってみる。でも絶対キッチン脇の人だと思いますよ。俺貨物分けでサントさんと一緒だったかな。あ、オッケー、じゃあもう砂ザメさんしかいないですよ。あ、であれば砂ザメさんとアメネコさんまでローラーをするかどうかを議論しますか。いや、でもオラフ君、まあ僕も見てるんだったんで。アメネコさん目線。あ、ごめんなさい、その弁当を見たのがアメネコさんのパターンないんですか。オラフ君はないよ。弁当の私もこれで釣られちゃう感じ。あ、一応これで釣られちゃう。スキップに入れました。おー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 おお。え、アメネコさんのローラするならアメリコさん。アドミンは追わないんだ。アメリコさんかなって。オッケー。まあでもオラフ君も見たって言ってるからね。
モラフ君のその見たが、アメリコさんにはあのないから。あのキッチンに入れないからね。最悪。あ、すいません。今回の論題なんですけど、一応僕ロラ前提でいいので、他の人がないかっていうのを、もう一度洗いたいです。で、僕はオラフ君が絶対ないです。まず。はい。はい、で、オラフ君目線僕もないですよね。ないです。はい、でも他の人洗う必要あるんかな。なんか僕思ったのが、僕エンジン脇なんですよ最初。でそのままもう展望デッキの方行ってるんで、なんか展望デッキ最速で、いや見てないです。ドズルさんと武器声すれ違ってるんで。で僕は砂染さん置いてきましたよ。はい。だからなんかそれでいけるってなった場合は、キッチンに3人湧いてる人がいないと。いや絶対2人です。僕と砂染さんです。なったらもう砂染さん。あ、砂染さんそっか、右に抜けたっつってて誰も見てないって言ってるから、はいはいはい、うん、そうなんですよ。だから弁当に入れる人が限られてて、で僕初手エンジン脇一人なんで、うん、あ、そっか、砂染さん、はい、右に行って誰も会ってないのか。あ、そうですそうです。あ、そうだよ。だからもう他洗う必要もないかな。一応メインキッチン、はい、キッチンからの弁当とかなくはないけど。あ、そうだね、ワンチャンそんぐらいだと思うんだけど。なので一応僕ロラ前提でいいので、可能性を潰したいです。僕の視点の話ね、これ。潰しておくとすごい楽だからっていうこと。なるほど。それはないと思います。自分が多分メイン脇湧いてメインシャワー外部とかだった気がするから。あ、じゃあ結構薄そうですね、うん、そのメインからシャワーにすれ違ってないから。で僕もエンジンメイン間を一回行き来しましたけど、ドズルさんとそのエンジンで、はい、あ、OK、もう大丈夫です。アメリコさんどこ？え？アメリコさん脇はどこだった？僕どこだろう？宿舎。宿舎。宿舎。絶対宿舎。うんうんうん。で僕がエンジン脇で多分一緒に行った感じだった。今回のね、アドミはだいぶ自信あったから平気だと思っているけど、2キロ来たらごめんね。いや、信じます。そうか、アメリコさんの気持ちにスキップ入れましょう。マジ？いいのかいそれ？え、マジ？気で言ってんのこれ。気持ちいいこれ。気持ち誰殺す？本気で言ってんの。気持ち。誰お土産しようかな。ああ、宿舎迷わせた。中野アルマ。緑青。あ、緑青緑。あ、ちょっ。10秒前ぐらいに見ました、シャワーで。あ、僕も一緒。停電した時にシャワーでサントスさんとすれ違ってる。もっと後です、僕。それ合ってる。多分もっと後、新しい情報です、多分僕の方が。もっと後。左上にいました、サントスさん。配線のところに。どこのですか？ごめんなさい。シャワー室の左上に、停電になってかなり時間が経った段階でいました。アルマさんが、タオルの、入れるタスク、シャワーの上のタスクをしてたと思うんですけど、その、さらに後ですね。じゃあ結構めちゃ直近じゃない？そう、10秒以内ぐらいです。そうだよね、10秒以内だよね。ドズルさん違います、エンジンです。あと、夏目先生、セキュリティにいます。中野アルマくん、金庫室にいます。え、なんで知ってるんですか？エロちゃん、ミーティングにいます。カメラ見てました、うん、あ、カメラか、ごめんなさい、カメラ。俺もそのカメラ見てから押してます。はい、エロちゃんミーティング、エロちゃんミーティング、ドズルさんエンジンルーム、中野アルマくんが金庫室、はい、アメネコさんがアーカイブ、センターもアーカイブから一回右に行ってるのだけ見てるかな。え、営業じゃん。
え、最後カメラ光ってた、確かに光ってました。ドズルさんは給油のところでバタバタしてあれば、ごめんなさい、まとめるとアメネコさん、先端さん、オラフ君ですか。がアーカイブにて、オラフ君だけ確認できてないですね。オラフ君はね、ただ昇降機の昇降機、停電直しました。はい、昇降機の右で停電直しました。停電直した人他にいますか。あ、じゃあ、10秒以内っていう先端証言からオラフ君が停電直した上で飛んでキルして戻ってきて、僕のアーカイブで左側ですれ違うのは多分おそらく無理なので、時間的にオラフ君の白も出せるんで、まあ、僕から釣ってもらっていいと思いますよ。いや、アメノコさんは絶対釣れないですよ。もうだって白を決め打ちしてるんだから。いや別にそんなことはないんです。あ、だから先端先生はどこなんでしたっけ。え、セキュリティ夏目先生、セキュリティにいます。あ、セキュリティなんだ。セキュリティでテープ回してます。え、ってだったら誰ができないですか。え、夏目2票。やれそうなのが先端オラフくんぐらい。何この数字スプリット。あ、先端さん、え、アメリコさんして先端さん無理って言いませんでしたっけ。あ、言ってない言ってない言ってない。あ、そうなんだ。僕の情報し発信だからね。10秒持ってるかな、かなり。ありがとうございます。いい、ちょっと話したいんですけど、いいですか。はい、いや、もう、アメネコさんをさっきスキップで、知らなかった以上、ベント情報が正しいって話になってて、それが砂爪さんで確定してて、砂爪さんインポスターで確定してる盤面上、アメネコさんを釣らないでよく、た場合、先端さんとオラオクのロラを、アルトさんのカメラ情報からやれば、もう試合終わりますよ。ごめんなさい、ボタン押したので誰でしたっけ。エロちゃんですね。あ、エロちゃんか。あ、ごめんなさい。はい、エロちゃんミーティングにいます。喋らせてほしいんですけど、アメニコさんとオラフ君ってベントの目撃者じゃないですか、二人とも。うん、僕、対抗位置が、なんか白、白。合ってる合ってる。で、インポスター釣ってる人なので、うん、で、しかも今回の情報で僕の情報を元にの推理なんで、大前提がちょっと違うのかもしれないです。そのもうちょっと立てたのかもしれないです。で、一応弁当情報って違うでしょ。アメリカさんが弁当の情報を見て、オラフ君に逃げたっていうこと。いや、オラフ君は左下のところで弁当を見ていて、で、アメリカさんは飛んできてるのを見ているから、そこのお互いの情報は合ってるんじゃないかなっていう形ですか、ね。あ、ごめんなさい、勘違いしてたじゃん。だからそこに2ローしか成立しないから。例えば、15秒前とかだったらセキュリティの情報的に可能な人っていますかね。エンジンとか、あり得るのは、エンジンのドズルさんはちょっとどうか分かんない。停電直前に見てるんだったら話変わってきます、サントスさんを。あ、僕ね、停電の直前じゃなくて停電中にサントスさんをシャワーで見てるから、でその後に先端がシャワーで見てるって言ってるから、ね、中だったらなおさらドズルさん無理だと思います。うんうん、うん、僕の線だと。で、中野アルマが金庫室、エロちゃんがミーティングなので、ベントで飛んでる場合はちょっと分かんないですね。うん、そうですね。あれ、どうなってんだろうな。ちょっとスキップしてほしいですね。先端が白の時は。一郎連れてる、うんうん。ちょっと苦しすぎるんで、僕の視点。そうっすね。一郎連れてたらもう、じゃ、いや、もうタスクでいいんじゃない。ロラしても終わんない可能性は一応あるので。茶色。ドズルさんかな。待ってんな。7、8、5、6、7。
水色黒ピンク。アルマくんミュートです。すいません。あ、スカート2つぐらいです。同じくそれぐらいかな。配線がね、1回もやってない。配線今回1回もやってなかったんでめっちゃ時間かかります。これも連続タスク込みで2個あります。一応砂ザメさんがインポスターの時ってアメネコさんとオラフくんってすげー白いので、ここが白白だとして先端が白だった場合のキルできる位置がエロちゃんか中野アルマだと思います。うん、なるほど、うん、そうですね。まあ、アルトメス3名線ドズル君、ドズルさん無理したもんね。ドズルさんはね、給油してるのを見てて、その後にエロちゃんのミーティングと中野アルマ君の金庫室見てるから。ああ、まさか。エロちゃんはどこでしたっけ？ミーティングです。ああ、弁当の話。まあそっか、一応そうね、キルしてメインから弁当で行って、まあワンチャンあんのか。ワンチャンが。まあでも、うん、まあでもスキップでいいと思うよ。めちゃくちゃ可能性低いと思うけど。まあで結構死後、登り降りエロちゃんさんしてた気するんで、音めっちゃ聞こえてて。俺一回かな。夏目先生。短い音は聞こえてましたけど。先生どう思ってますか？もうロラすれば終わると思ってますが、誰がインポスターと思ってます？先端さんとオラフ君をロラすれば終わります。オラフ君が誰がインポスターとかではなく、僕は終わらないと思ってるので、はい、僕発信の情報じゃないですか。僕インポスターの場合、僕は嘘をついてたってことですけど、アメネコさんの情報を上書きして直近10秒だよ。夏目先生に言っとくと、僕目線オラフ君はなんかね、ちなみにしたいとは言わないんですっけ。言えないけど、ほぼ無理。下地わかんないのか、うん、だから先端から投票をしたい。僕が上書きしてるってことですか？違う、そもそも先端さんの情報で今先端さんとオラフ君の二択になっており、オラフ君がその砂染さんつってるか白くなってるで、そうそうそう、先端さんの情報で先端さんを釣るっていうのはっていう話じゃないですか？そう、わかんないですけど、言いたいことは別に。だってそれって情報出したから白いわけじゃない、うん、それも情報出したか首を絞めてるよねって話、白くなるんじゃなくて。あ、わかるよ。まあ言ってることはわかるけど。君キッチンいました。今停電2回目直してくれたのってアメネコ？僕です。いや直してない。あー、ほんと展望で直しました、うん、キッチンから武器庫に、15秒18秒前ぐらいに行ってました。この、停電を開けてからの、ボタンまでの間で死んでる。嘘。え、ね、うん、超直近。アメネコさんとすれ違ったじゃない。あ、そうです。アメネコさんと心電図ですれ違ってたじゃん。上で。うん、で、僕はあの後心電図見たら誰も死んでなくて。マジ超直近だじゃあ。あ、うん、じゃあ洗っていきましょう。アルツさんとアメネコさん無理で、僕ボタンで無理で。他の方教えてください。アルマ浮いてます。アーカイブシャワーで今メイン入ったところで終わり。じゃあなんか先端じゃなかったらやっぱエロちゃんの弁当なのかなって。エンジンっすね。するな。うん、なるほど。夏目先生は、あ、自分セキュリティキッチンって流れで最後の方に先端さんと武器展望デッキから出てくる先端さんと会いました。キッチンで先今日の方針を決めましょう。僕はスキップがいいかな。タスクどんな感じですか？僕終わりましたけど。あー、やばい。
対戦タスクやってないせいでめちゃくちゃ時間がかかるから。終わってる方は？終わってます。僕もすぐ終わりますね。また。あとエンジン1個で終わりです。あと2個ぐらいです。僕はあの左だけです。まあ一応落ちてるしタスク1機。僕疑ってる人どのぐらいいますか？僕は3割ぐらい疑ってるけど、別にする必要がないと思ってる。セキュリティ見ときます。ずっと張り付いてきますね。おい、消えたら殺してください。エロちゃんの方が高いかなって今思ってるかな、僕は。一応、まあそう見えますよね、今の状況。あると思ってるけど、なんかそのセンターの情報を出したっていうのが心証の問題だから、まあ、客観は全然ある。うん、あと、アルマ君も一応この前のそのサントスさんの時、金庫にいるので、最後。うん、ベントレ飛んで、はい、一応、まあ、なるほどね。逃げて終えてはしまうけど、はい、3択だねじゃあほぼ。うん。演奏やすいとこにいる。白、白茶、黄緑、ピンク。緑ピンク黒センターさんが、いや申し訳ない、じゃめっちゃ間違えた。今はカメラついてましたよね。ちょっと僕もカメラ消えたのでボタン押しました。あ、消えた？あ、じゃあめっちゃ直近、めっちゃ直近。じゃあめちゃくちゃ白出せますね。ドドゥさんも見てるよね、最後コックピット。はい、見てます。見てます。はい。そこ2でしたよね、セキュリティのところ。今移動したけど。最終最後2でした。よかったね、ロラスね。セキュリティ1、2からセキュリティ1、エレクトリカル1になりました。あ、僕開いた瞬間もセキュリティ1、エレクトリカル1でした。あ、OK です。OK です。はい、省いていったり、モバイダル情報で。夏目とドズルさんとアメネコさんはもう、はい、絶対無理です。2人いますね。はい。で、バイタル情報出したら誰でしたっけ？バイタルなんか誰も出してない。アルトさんがカメラ、アルトさんがカメラ消えたから押したって言ってました。ああ、そうだそうだ、ごめんなさい。じゃあアルトさんも無理で。さらに言うと、キッチンで右側に行くエロちゃんさんを見てます、僕。あ、でもその後武器庫の方戻ってます。あれ戻ってます？誰か当たってます？はい、見てない。武器庫では合ってないかな。まあてかアルマとエロちゃんドラで終わるでしょ。そうですね、うん、うん、確かに。ちなみにアルマは、アドミン情報見ていてくれたら嬉しいんですけど、ドア開けおじさんしてて、もうひたすらいろんな場所でドア開けおじさん。エンジン、メイン、シャワー、アーカイブって全部開けて、で、アーカイブのカメラがついているのを目視して、もう一回 U ターンして、最後メインの下に降り、エレクトリカに降りようとしたところで終わりです。だからその辺、メイン、シャワー、アーカイブでめっちゃ動き回ってるのがあったせいが僕です。これ直近しか見てないよね。あ、ただ、僕見たときは、セキュリティ1、電気室1、メイン1ついてたと思います。あ、そのメインが僕ですね。最終。あ、じゃあ、アルトさんどっちから釣ります？カメラ先に。結構簡単で、ドズルさんが今言ったことが超クリティカルで、セキュリティ1、エレクトリカル1、メイン1だったら、メインにいたアルマ君の証言が正しく、武器庫に入れるちゃんの証言が間違ってるんで、エロちゃんで終わると思います。うん、わかりました。じゃあ、スキップ入れますけど。この眉毛目。すいませんでした本当に。この眉毛さんな。かっこいい眉毛だな。マジでしんどかった。よかったロラしなくて。お疲れるじゃん。言い過ぎなんだよ。いやー。申し訳ないエロちゃん。申し訳ない。俺も全て悪いんです。いや俺も結構ドキッとしたんですよ。同じタイミングで弁当入ってって。シャワーですけど。はいはいはい、コックピットでやっぱりその3人一応2人いるかどうかを一瞬確認しようってとどまっちゃったんですよね。あ、アメネコさんいた、もう一人誰かいるかなってチラッて見たら逃げられちゃったから、あ、ダメだと思う。下から飛んできたから速攻逃げました。いや僕も逃げましたよ。補欠しなきゃ
あれって逆にスナさん金庫まで飛んで宿舎前の右からこう出てきてみたいな。ああですね。で偽装装ったりとかってできなかったのかな。難しいんかな。いや単純にその一瞬の判断ができなかっただけであって。いやでも難しいっすよね。難しいっすよね。難しい。多分なコックピットにいるであろう人をキルしようかなと思ってコックピットに飛んで、で空いた一人だけかなって確認する一瞬が多分ダメでしたね。なんかもう出るべきでした。もう即決で脳死で。いやーめっちゃ間違った進行ご利用そうとしてた。申し訳ない先端さん。まあまあ全然もうめっちゃ結構すごくわかるので、あ、まあ一応そう、あの夏目先生を正そうとしてたけど、僕目線オラフ君がさっき言ったようにきついから、まあ先端とロールするならやっぱエロちゃんに僕は押してたけどね。最初オラフ君は僕はつる気はないってか絶対守ると思う。エミセンターさんの見てから死ぬまでのあれは22、3秒くらい。全然違え。え、マジ全然違え。どこで死んでたの？銀河って思って。あの、いや、セキュリティの真上のはしご。ああ、エレクトリカルの上のはしご。そう、エレクトリカル、そう、あ、ごめん、エレクトリカルの上のはしご。あの、死にながら下ってきました、私は。肉だけ残ってきた。あ、じゃあ、サンタさんの話で違うって。メインルーム通って、そこで消されてんだな。よかった、10秒の前提をとりあえず崩してよかった。いや僕の10秒が間違ってたんで仕方ないですよ。まあ出すとしても、カバだな。そうね、心象はちょっと他人だよな。あれ自分の首絞めてるから、あれはその通りで。あれなら、まあ、嘘ついて自分の首結果絞めてるから、まあインポスターだとだいぶ意味不明な感じにはなるよね。真偽は分からなかったけど。でもみんな見えるところにいたから、よかったですね、カメラにだいぶ映ってた。アルトさんはマジナイスですね、ボタン待機が。カメラであんな情報残るの珍しいですね。珍しいですね、うん、本当にみんな映ってたんでびっくりした。あ、それもだし、最後ボタン消えた瞬間押してくださったんで。あー、そうですね、あれめっちゃ強かった、うん、あれ強かった、うん、あ、OK でーす。はーい、まあ、結果ドズルさんもそのメインの一部を見てたから、あの間違わず釣れたし、うん、そうですね、よかったです。クルーが総じてかなりいい判断をしてたイメージは、うん、完全に。そうですね。もうちょいサントさんのやつ紛れるかなと思ったら、いや、うまかった、うまかった、うまかった。いや、あれめっちゃうまかった、でも、でもうまかったんですよ。うんうんうん、うん、あ、結局どこでやられてたんですか？メインですか？あ、だからそのメインの中の、そのエレクトリカルとメインのつなぐはしごの上らしいですよ。なるほど、なるほど。へえ。あれ、弁当使ったんですか？それとも直で歩いて弁当使いました。あ、弁当使ってやんすよ。なるほど、おしゃれですよ。うまいわ、うまい。あれいいキルだな。まあ、僕のね、あの体内時計は信用しないでもらって2倍ぐらいでよっかな、うん、基本なんかいつも半分なんだよ。だいぶずれる